て、刑務所の屋外に脱走者や不審者はいなそうだね。部屋に戻ってパソコンで仕事でもしようかな。その後はゲームを。さあさあ、仕事仕事。ここがこうなって、あそこはこうなるはずだよね。とりあえず、こんなもんでいっか。あとは、夫婦の職員用の食事に黄昏ステーキ20枚発注して。あ、指原くんだね。呼び出しをした覚えはないけど、どうしたの？いや、ゲームとメリサの様子をちょっと見てみたいなと思いまして。ああね、実は脱獄しちゃってさ、今はデクスにいるんだ。デクスといました。うん、正直真面目すぎる一条幹事長一人の刑務所だからいい印象はないかもだけど、セキュリティはがっちりしてる。代わりに怪しい食べ物が囚人に仕込まれても簡単には引っかからない真面目な警備員がいるとか、目出し帽つけてると見つけても報告しない噂はあるけど。よく知ってるね。堂々と刑務所を歩ける俺でもちょっと怖いよ。さあ僕もそこまでは知らないな。一条先輩に直接聞きに行くか。自分の仕事したら？え、もし？そうだけど？卵とかお嬢だ。もしかして金髪？違うよ、今日はたまたまもやし丼なだけだよ。っていうのは冗談で、好物だからね。TKG が好物の人もいるし、同じようなもんでしょ。もしだ。好物？そうだよ、金久保くんもコッペパン好物だし。金久保先輩は確かにコッペパンが好きですけど。まあ君の同期は調味料が好きって噂を聞いたしちょっと珍しい程度じゃないの？ほら、君も食べる？黄昏地方のステーキ。確かにそんな役割してた。さて、仕事は全部済ませたことだしゲームでもやろうかな。職員室のゲーミング PC 持ってこようっと。刑務所にゲーミング PC あるってどんな職場？そういう君だって酒を職場に持ち込んでるでしょ？Cause